どうかな。ああ、動画まだ撮ってないよ。ああ、どうしよう。動画撮らなきゃ。ああ、アイディアが浮かばない。大丈夫だよってね。大丈夫だよ。大丈夫だよ。大丈夫だ。大丈夫、大丈夫。なんか叫ぶような動画撮りたいんだけどな。一人でなかなか叫ぶのは難しいよな。あれ、ハンバーグ出てきた。ああ、動画どうしよう。ああ、こんな変なおじさんが大丈夫だ、大丈夫だって言ってるわ。大丈夫か、俺も大丈夫かって。そういう動画を撮りたいんだけどな。ああ、動画どうしよう。悩む。本当に悩んでる。どうしよう、今日。今日どうしよう。カレー食ってる場合じゃない。どうしよう。でもとりあえず食べよう。おい、母さんありがとう。3月19日はミュージックの日なの？新聞にミュージックの日って書いてありますね。ってことはもう今日は「M ステ」は、おお、スペシャルだ。2時間春スペシャルね。ダウンタウンナウ最終回。へえ、いいんじゃないですか。何を言ってんだよ。何を言ってるんだ。どうするんだ動画。なんとか絞り出せ、絞り出せ、絞り出せ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。食べたはいいけど、どうしましょう。3月19日金曜日の夜で、3月19日金曜日、ミュージックの日です。こんばんは。3月19日金曜日、ミュージックの日へようこそ。お相手は平山茂です。どうも皆さん、こんばんは。大丈夫ですよ。もう大丈夫。なぜかって、それは今日がミュージックの日だから。ミュージックの日だから大丈夫ってことはない。こんばんは。3月19日金曜日の夜でございます。平山茂と申します。皆さん、こんばんは。今日はミュージックの日ってことご存知ですか？今日は319でミュージック。僕は329だと思う。確かに。今日じゃないな。でも新聞にはこう書いてあります。3月19日金曜日、ミュージックの日と。新聞に書いてあることは全て真実とは限らない。信じるか信じないかはあなた次第である。